力によって平和は生まれない今日はこのテーマについて 自分なりに考えたこととを話そうと思いま,すまあそうですよねあのー、何が正義かなんてないんですよねあのー、片方がこれが正しいって思ってることと反対のことを思ってるやつっていうのが片方にいたら争いになっちゃうんですよね だから、その、すべての人が、ただ単にすべての価値観を許せればいいんですけど、あいにくどうしてもそうやって、人が違う考え方を持ってることに対して、自分にそうやって不利益をこむるっていうのは出てきちゃうんですよね。まあそうなると、俺はやってんのにあいつは何なんだってなって、 こんなの不公平だっつって争い起こしちゃうんでしょうね多分まあそういう時にまあそこで意見を出しちゃったガツンと言っちゃったそういうのが結局その恨みとかつらみ連なって 何、あのー、でしょうねどこかで必ずまあ争いが起こるわけですよね <laughs> でも何でしょうねそれって気持ちの在り方なんでしょうねそこにいるからただそういう目に遭うんだってじゃあそこから逃げたらどうなるのかっつったらまた同じ場所でそうなるとは限らないじゃないですか 次の逃げた場所っていうのはまあなんでしょう自分の価値観も受け入れてもらえて向こうの価値観も損傷するそういう平和的な場所かもしんないですよねだからただ単になんかそういう場所を探せばいいだけなんですよでもやっぱりその視野が狭いとそこでそこしかないと思って ここで生き残るためには戦わなきゃいけないっていうか概念考え方になっちゃうんでしょうね <laughs> まあなんでしょう確かにまあなんでしょう戦わない方がいいんですけどます戦う <laughs> ただなんか戦わないがゆえに まあそこに残された人間は死んじゃうっていうまあそういうそれが現実なのかなと思いますだからまあ力によって平和は生まれないまあ本当にそうですねそれぞれがまあ孤立してそれぞれが個別で 手をつながないで一人で生きていけるんだったら多分平和は生まれると思うんですけどあいにく人間っていうのは弱いものでそれができない手を取り合って助け合っていかなきゃいけないでもその考え方があるがゆえにその中に生まれた規範ルールに従わないやつはいじめられるし下手すりゃ戦争になっちゃうってことですね戦って。 まあだからそういう風にならないためには、個別で生きていかなきゃいけないってことです。でもまあ、その孤独に耐えられる人間がい、なんていうのはほんの一握りであって、なかなか、いないんでしょうね。今日は力によって平和は生まれないっていうことにて語ってみました。ありがとうございました。